ワスプマイナス63は地球から鳩座の方向に約960光年離れた位置にある11等級の恒星である。周囲を太陽系外惑星が好転していることが知られている。ワスプマイナス63は太陽よりもやや大きな恒星で約1.3倍の質量と1.9倍の半径を持つが表面温度は太陽よりもわずかに低い。 形成から少なくとも数十億年は経過しているとされており、自転周期の値からは形成から約60億年が経過していると算出されている。スペクトル分類では G8 型に分類されるが、同じ G8 型の他の構成よりも半径が大きくなっているため、主系列性の段階を終えて次の段階へ進化しているとされている。年トランジット法を用いて、 太陽系外惑星の探索を行っている観測プロジェクトスーパーワスプによる観測でワスプ -63 の周囲を公転する惑星ワスプ -63B が発見され他にスーパーワスプが発見した6つの惑星とともに発見が公表されたわずか4日余りで軌道を公転するホットジュピターとされており木星の約1.4倍の半径を持つが質量は 木星の4割にも満たないため、密度が木星の13%しか内定密度な惑星とされている。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM e x e w o r d s プロジェクトにおいて、114の惑星系が各国に割り当てられ、WASP-63 系はマラウイに割り当てられる。 惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、マラウイ国内での選考と国際天文学連合への提案を経て、2019年12月に最終結果が発表される予定だった。2019年12月17日、114組のうち112組の固有名が承認されたが、 マラウィのワスプ -63 とモンゴル国のハット P-21 に関する発表はなかった。2020年2月現在も承認された固有名はない。ありがとうございます。